試合になって守るものも増えたんでチャンピオンなんだよって自慢できるようなそういうかっこいい、お父さんになりたいなと思って、だから絶対にチャンピオンになります。気持ちが強い、前にガンガン出てくる、パワーのある選手やなと思ってます。パワーも気持ちの強さも全然自分の方が上やと思ってるんで、負けてるところはないんじゃないかなと。ホストカップが終わった後にあの選手良かったなって言ってもらえるようにしたいです。一発の攻撃力です。盛り上がる試合をしたいです。ガンガン前に出て熱い試合をして、最後は自分が失神 KO で勝ちたいと思います。皆さんいつも応援ありがとうございます。皆さんの応援がすごい力になっているんで、今回もしっかり応援よろしくお願いします。しっかり勝つんで応援よろしくお願いします。